夏バテしてご飯食べれなくなったら中止よ。うん、やばい。割とちゃんと3食食べてしてありがとうございます。こんばんは。まつげがね、綺麗に上がりました。うん、そう、メイクが楽になるんです。うん、美味しい。こんばんは。幸せ。ごちそうさまです。今日はね、まあ夕方から仕事だったんですけど、そう、夕方
方からお仕事だったんだけど、なんだっけ、何言おうとしたっけ私。そう、あれ 何話そうとしたっけ私今。あ、そうそうそう、まあ8時にね、8時半ぐらいに1回起きて、また10時半まで寝てたんですよ。まだ10時半まで寝てたからさ、そこから朝ごはん食べたらもう11時頃だったの。そうだから朝昼ご飯としてご飯食べて、そうでそのままね松葉行って、アイスを食べて仕事をして、なんか2食、なんか2食とおやつみたいなものでした今日。そうアイス美味しかったよ。あのハーゲンダッツのさ、なんか今いちごのやつ売ってるじゃん、お高いやつ、ちょっと高い、普通のよりも高いやつ、うん、あれを食べました。美味しかったね。うん、こんばんは。なんかやっぱ暑いからさ、アイス食べたくなって、うん、そうなんです。こんばんは。あ、そう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 、40周年の、そうそう、そういえば40周年って書いてあった、それそれ。パスパは1ヶ月に1回か1ヶ月半に1回くらい、まあ大体最近は1ヶ月に1回かな。うん、そう行かなきゃね、もうまつげが大変なことになる。大変なことっていうか私が嫌なだけなんだけど、そう私ビューラーでまつげ上がんない人なので、ほとんど中でも、だからあのつけまつげっていうのも考えたんですよ。結構ねもう可愛いのも売ってますし、まあ、つけまつげするねフェイクってありますし、韓国アイドルの人たちって、ね、結構つけまつげしてたりもしますからって言っても一応考えてはいる。でもなんか実際じゃあやってみようかなって思うまではいかない可愛いなと思ったし、うん、まあいいかみたいな、ね、スタバのピーチも飲んでないよ、飲みたいなと思いつつ全然。感じですかね。明日も仕事だし、明日行ったらねお休みなんですけど、松葉行ったよ。上がってるでしょ。そう、今日久しぶりにねダッシュしました、ガン出しましたガンだって言ってわかる、ガン出し、うん、なんか松葉がね、まあ予定、まあだいたい施術時間ってあるじゃん、それをちょっと遅れちゃったんで、ずれちゃったのね。そう、まあいつもあんまり遅れることないから大丈夫かなと思ってちょっと遅れちゃって、うん、で、あ、急がなきゃってなっちゃって、もうダッシュ、よかった。どうした今日お疲れ、いつもお疲れだよ、私はいつもお疲れだよ。違うの、あんまり気にしないで、本当に全然気にしないで、あの多分夏バテなの、本当に夏バテで、ちょっとね寝ても寝ても眠気が取れない
んですよ。今日だってさ、その施術時間もさ、まあね、1時間くらいあるんですけど、私ずっと寝てんので、昨日は帰ってまあ1時前には寝たかな。まあ、1時前か1時くらいには寝たの。もう、まあ、遅くも1時には寝たので、まあ実質10時半まで寝てたわけじゃん。私9時間半寝てて、でそこから施術時間で1時間寝て眠いんですよ。最近ずっとこんなんなの。休みの日とか空いてる時だってもうめっちゃ寝てる。寝ても眠い。だからあんまり気にしないでください。疲れもそうなんだけど、ちょっと本当にね、眠すぎてどうしようもできんのです私も。そう、寝たからといってそう、その眠気が取れるわけでもないので。だったらカッパイスとボイスどっちが好きですか。うーん、味によるからまあ一概にこっちですとは言えないけど、まあ買うのはカップアイスが多いかな私は。まあね、ちょっとテンションが低く見えるかもしれませんが、眠たいだけです。私だから暑さに弱いんだなと思って。こんばんは。去年もだったし、そう、去年も夏バテだった。夏バテってさ、もうなんかどんなに寝てもどんなに頑張ってもさ、もうなんかね、疲労感しかないの。ずっとなんかね、体が重たくて眠たい、まあそう、眠たいの別物かな、分からんけど、そう、疲れてて息切れがする。そう、本当にふーってなるの。気をつけください。だから皆さん、だからまあね、去年はね、なんか食欲もなかったんだけど、そう、今年はまだ全然食欲はあって、むしろあの食べたいな、あパン食べたいなとか、いろんなあるから全然大丈夫。まあでも夏バテって夏バテですね。そう、ちょっと本当にやばい。年もしんどいな、倒れるかもなんて思いながら仕事してたけど、8月、うん、そう、今年は早いね、7月から、うん、気をつけて、大丈夫で、なんか仕事場の人がアクエリくれたよ。まあ、なんかね、今日はね、ちょっと配信して歌歌っております。こんばんは。
かメイクしなかったらやっぱり顔ちょっと薄いよね。疲れて見えるね余計に。早く明日終わんないかな。とりあえず寝て、あ、そうでもしなきゃいけないこと、そうしなきゃいけないことはあるからちょっとそれしないんだよね。なんだっけな、あ、なんだっけ、あと、OK。 そう、ちょっと買い物と、まあ買い物だね。そうしなきゃいけない。無理な解約は、あ、全然全然。私でも携帯代が結構高いんですよ。自分でねもう払ってるんですけど、携帯代が結構びっくりするぐらい高くて、そうしたらね、なんかこの前ちょっと まさかのことが発覚し、いろいろ電話かけてきたんですけど、かけてたんですけど、ちょっとどうなるかは分からん。そう、結局どうなってんのか分からん。そう、高いんですよやっぱり。もともと機種代もね結構高いですから。14月いくら、言わんけど、これは高いです。多分普通の人より高いです。だってなんか結構あの、まあ全然高いと思う、みんなのより。もちろんだから高いのは分かってるの、私の中でね。もともとの見積もりも私は知ってるし、そう月いくらくらいの支払いになりますよっていう、そうそうそう、月いくらくらいっていう。クラスプランには乗り換えません。そう、そしたらできないことが増えちゃうから、そう見積もりもこのくらいですよって。そのそれにさらに私はサブスクを入れてるから、まあ、上がるのは分かってるんだけど違うのなんだけど、そうだから一旦ね、あ、高いなと思ったから自分の中で整理をしたわけ。そう整理をしたの。あ、今これ使ってるかな、このアプリ使ってるかなって前整理したら、整理っていうかその、まあ、いろいろあの明細が来るじゃない。これでいくら取られてて、これいくら払っててみたいな全部出るじゃん。そう同じところからねちょっと2つ来てたっていうまさかの出来事があって、まあでもそれはね、あの仕方ないわ。これに関してはもう私が悪いから、そうで、なんかその説明に対しては、あのその説明っていうか、そのなんていう の、 あの調べたらそのアプリとしてはやっぱりそういうこともあるから気をつけてくださいね。でももちろんその払った分はやっぱり、まあ、戻ってはあの戻すことはできませんっていうのはもともと書いてあったから、もうしゃあないの、私が悪い。なんだけどなんかちょっとなんかいろいろ複雑なのか、まあだから電話したの、お問い合わせしたの、なんかこうこうこうで2つ請求が来てて、でもなんかその私は全く心当たりがなくてみたいな話を したら、まあなんかなんかちょっとなんかあれ名義が違うからみたいな、そう名義が違うので、なんかそのそう、まあやっぱり一つのメアドで一つのアカウントしか作れないよっていう話をされて、あれでもなんか私前入れなんかそうなんか複雑だったの。そうでもなんかでも二つあるのは二つあってみたいな、なんかそのなんかそれが一応なんか解約したの。そうどっちもね多分解約したんだけど、解約したっていうか、なんかできてんのか分かんないの。でも私の方は完全に解約したの。私が後から自分であの入れちゃった分はもう解約して終わったの。
そう終わったんだけど、なんかもう一つの方が解約できてるのかが分かんなくて、そのもう一つの名義がね分かんないの。そうなんかいろいろね、だからなんかダブってなんかごっちゃごちゃになって、でなんかなんかどうしたらいいかも分からんくて、で名義が違うのでその、 あの名義のご本人様がでご連絡くださいって言われて、あーそうなんですね、あー分かりましたって言ってそうでも結局そのご本人さんが別に電話かけたわけでもなく、そうご本人様が、あのなんかの方を見たら解約になってたの。なんか久しぶりに、超久しぶりに開いたら解約されましたみたいになっててそうそう、なんかそうだから、え本当にそれ解約できてんのっていう状態で、でこれでも私にもう一回月末請求が来てたら、もう私はもう無理ですどうしたらいいのかわからないっていう状況でして、っていうなんか、あむ難しいなって思った。そう、私2回もそれでお問い合わせしたもん。でなんかいろいろね説明してくれるの、あっちの方もね、カスタマーサポートっていうの、なんかそのサポートの人が教えてくれるんだけど、こうこうこうでこうで何言ってるかちょっと分からんの、難しくてあーはいはい、うーんって言ってほとんど理解できてないよ私。はい、あそうなんですねって言いながら、そうなんかもうちょっと簡単にならないのかなと思いつつ、難しくない？いやー高いんだよな、本当に高い。え、やっぱりおかしいよ、待って待って、請求来てるあれなんで請求来てるよ、なんでなんでなんで、私契約してないって解約したやん。ねえもうだから嫌なんだって、難しいんだって、私だってもうそのアプリ使えないのにさ、解約したから。はあ、疲れた。こんばんは。解約前の分じゃなくて、解約前の分かなこれ。だからそういうの書いてないの全然。来月なくなるの？じゃあ来月待つよ、来月まで私待つよ、私待つわ、いつまでもは待てないけど待つよ、じゃあ待ってみるよ本当に。あの私だってさ 3,4 ヶ月分さ、全あのお金無駄にしてんだよ、 5,000 くらい。ごめん 4,000 だったお金無駄にしてんだよ、高いよ。か私だから名義が違うのならありますよって言われて、でもそっちの名義も解約して、で私が払っててえっていう、そうなんかさほらあるじゃん、何月利用分とか書いてないよ全然。
いやでも来月分っぽいんだよな。来月分っていうか1ヶ月分の、え違うのかな。っていうね、なんかそう今だからちょっと難しいんです。そうなんかよくわかんないの私も。でももうなんかさ、多分なんか2回目も電話した時もさ、やっぱ同じ説明しかされないから、まあこうこうこうでやっぱりその名義の本人様じゃないとっていう話しか、やっぱりもう多分 あちらの方もそれしか多分そう言うしかないし、そう私もわかってるけども、そう同じ説明しかされないから、なんかもう電話してもあれやしねえ。ね、難しいね。なんか一気に疲れがどうした急に。代理店って分かんないけど、基本的にはだからそのなんていうの、そういうお問い合わせに関しては、まあ、メールか電話でっていう風に公式サイトにはなってから、そう電話をするんですよ。マミーにちょっと言うわ。マミーに後で相談する。どういうこっちゃねんってね。携帯の契約したお店は、そのだってアプリ出してるところじゃないから、多分聞かれても困ると思う。うん、アプリの会社じゃないと。いやー本当にもう難しいわ。 何ややこしいことしとんねん私。そう、まあ、結局は私なんですよ全部。私がやったことでそうなんかややこしくしちゃったっぽいから。でもわかんないんだよな、本当にわかんない。まあ最悪マミーに明日ちょっともう一回電話してもらうわ。私はもう電話したくない電話ってただでさえ怖いし、ちょっと仕事だし。っていうね、なんかまあ私のいろいろのごたごたでした。まあ難しいです、はい。私ってさ、こういう不安事ができるとさ、ま、マッチで本当にね、もうね、なんかね、頭もやもやして、心もやもやして、気持ち悪いの、もう早く解決したい。そう。本当はもう一回契約したいんだけどね。ちょっと待って、解約できてんだよね。まあそうだよ、解約できてるよねこれね。よし、もう忘れよ、忘れちゃダメなんだけど。
と待ってね。いやでもやっぱり、いや、なんかおかしいと思う。やっぱりなんかちょっと違うのかな。いや、とりあえず、いやアプリは、いや開けるんですよ。だけどやっぱりその契約をしてないからログインできるだけで、そう使えないわけ。ログインの情報自体は残ってる。そう。ってことは来月請求来ないでいいのかな。とりあえずいいや、マミーに相談しよう。で次請求、いやいやもういいやつ、まあいいや。次請求来たらね、本当になんかもうちょっと考えるわ。お金無駄にしてる感じがしてすっごい嫌だけど。こんばんは。やっぱりどっちもやっぱり変な感じするわ。まあいいや、とりあえずちょっと歌歌って終わります。モヤモヤが消えないが。
何イヤホン刺さった。あ、難しいよ。もうなんか何がどうなってるのか分かんないよ。イヤホン刺しましたよ。あ、ネットフリじゃないよ全然。そう、なんかモヤモヤするよね。だってお金、私のお金がだって使ってないのに払われてるってなったらちょっと嫌じゃない？モヤモヤしない？みんな。だからだから誰か、あの気持ちとしては誰かが私のお金を毎月ちょっとずつだけど、あの勝手に使ってるみたいな。違うんだよ、私がやったことだから。そこのアプリはそうではないけど、ね、気分としてはね。だから早く解決したいの私は。優しい風が吹く、いつもの道であなたに会えるとか、そんなことでいい。小さな鼓動の揺れが思いに重なり、静かに溶けるのをただ待っている。人はどうして答えを求めるの？私はこれで幸せなのに、幸せなのに。愛の歌が聞こえたんだ、それは小さな愛が微笑むように寄り添うような、優しい音がした。時は流れ、夢は流れ、いろんな形変わっても、あなたがただここにいればそれだけでいい。あなたの呼ぶ声に気づく時には、なくしたものにただ手を伸ばすだけ。時はどうして終わりを告げるの？描いた今は明日の空に続いてるのに。愛の歌が聞こえたんだ、それは小さな愛が一つ一つ瞬くような愛しい音がした。時とともにあの日の星、涙で流れてしまっても、あなたがただここにいればそれだけでいい。時に遠く無理に掴もうとしても、手元をすり抜けてゆくけど、そのまま消えてゆくような、大きなものより小さな愛に気づけば、いつか時が花を咲かし、やがて大きな愛が歌うように奏でるように、二人を包むだろう。愛の歌が聞こえたんだ、それは小さな愛が微笑むように寄り添うような、
優しい音がした。時は流れ、夢は流れ、いろんな形変わっても、あなたがただここにいればそれだけでいい。あなたがいてそばで笑う、それだけでいい。あと1曲にしよっかな、今日は。あと1曲にします。こんばんは。今日は君の寝顔を見てから眠るって決めていたのに、気づけば君の腕の中で寝てた。行ってくるねと手を振る僕、君は決まってかざすピースサイン。やっぱり君には勝てないみたい。探していたんだずっと、もう迷わない、ここから始めよう。これは75億分の一人と一人が出会って恋に落ち、そして当たり前のようにキスする。ありきたりな話さ、一人は出来の悪い男で、もう一人はおてんばなプリンセス。男が行き見と出会うために僕は生まれてきた。 Baby stand by me, I will stand by you。 いつもは興味ないふりして、不意に仕事止める君が好き。これなら一生頑張れそうさ。気づかれないように手を抜く、ダメな僕見つけ叱る君も好き。一生君に勝つのは無理だ。憧れていたんだずっと、やっと手に入れたこの幸せ離さない。それは75億分の一人と一人が出会って恋に落ち、家族になり愛を深め年を取る。ありきたりな話さ、一人は出来の悪いよ、もう一人は永遠のプリンセス。二人は言う生まれ変わってもまた一緒になろう。
俺は75億分の一人と一人が出会って恋に落ち、そして当たり前のようにキスする。ありきたりな話さ、一人は出来の悪い男で、もう一人はおてんばなプリンセス。男が行き見と出会うために僕は生まれてきた。 Baby stand by me, I will stand by you, I will stand by you. Baby stand by me, I will stand by you. Yeah, yeah. Baby stand by me.はい、そしたらね、これで今日は早いですが配信終わりたいと思います。ランキングいくね。13位、コニタイミズさん、12位ハッピーサッピーさん、11位ファイヤーサフさん、10位ズッコさん、9位桜のお友達さん、8位情報技術研さん、7位サブローさん、6位カボちゃん、5位ところてんさん、4位ダブル流星さん、3位サルキチさん、2位ケンイチさん、1位ユウタさんです。ありがとうございます。リストいきます。ユウタさん、ケンイチさん、ハルさん、サブローさん、ズッコさん、スチさん、ところてんさん、ダブル流星さん、ケンイチさん、ユウタさん、カボちゃん、サルキチさん、地方技術研さんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あー、きついて腰が痛かった。はい大丈夫です、治りました。ということでね、皆さん本日も見に来てくださってありがとうございました。猫さん、ビキッドジョンさん、ありがとうございます。まあね、私が願うことは一つ、早くアプリ問題解決したい。以上ですね。まあもう本当にこればっかりは、もう私がなんかいろいろやりす、なんかごちゃごちゃしすぎた。わからんけど、なんか変なことしたのがね、そこからいろいろ変なことが起きてるね。早く解決してくれ解決してくれってね、解決しますようにということで。ということで皆さんもね、体調気をつけて早く寝てくださいね。それではまた次回の配信でお会いしましょう。またねー、またねー、ありがとう、ありがとうねー、おやすみ。